1月7日に福岡ビトションにて、Is This The Facts ツアー2019の初日公演を終えた Mac が2月13日水曜日にリリースされるニューアルバム壊れたピアノとリビングデッドに合わせた最新アーティスト写真を公開した。今回は期間限定メンバーでとして吉田徹、キーを迎え入れピアノをフィーチャーした楽曲が揃っているコンセプトアルバムとあって5人でのビジュアルになっている。またこのリビングデッド感あふれるアーティスト写真にはある秘密が隠されているとのことだ。さらに2018年に発表された主宇野覇気 VIP 会員限定受注生産版 FC 限定版の特典としてサイン入り特典を渡し握手会が行われるという追加情報も解禁。こちらの限定版は受注受付期間が1月10日木曜日までと期限が迫っているため購入を検討している夢ガラスムッカーは即時注文することをおすすめする。また普段では見られない血の気が引いたようなビジュアルのメンバーとコンセプチュアルな演出で奏でられるゼップツアーとホールツアーもまた新たなマックを体験できるだろう。詳細はオフィシャル HP をチェック。アルバム壊れたピアノとリビングデッド2019年2月13日水曜日発売主宇野覇気 VIP 会員限定受注生産版 FC 限定版 CD スペシャルブックレット MSHN-056,5000円税別途送料手数料がかかります。通常版 CD オンリー MSHN-057,3000円税 CD 収録曲は主宇野覇気 VIP 会員限定受注生産版と通常版共通となります。収録曲 CD01 壊れたピアノ02サイコ03アイリス04ヴァンパイア05インザシャドウズ06積層07ユリと翼08カウントダウン09リビングデッドスペシャルブックレット FC 限定版のみ東名阪ツアー壊れたピアノとリビングデッド壊れたピアノとリビングデッドフィーチャリング殺しの帳で完全密着撮り下ろしライブ写真をブックレットにまとめ後日発送。受注受付期間2019年1月10日木曜日まで https://55-69.com/store/123269 インストアイベント情報壊れたピアノとリビングデッド FC 限定版購入者のための肉筆署名入り特典を渡し会フィーチャリング呪いの握手。開催地東京某所大阪某所。イベント内容メンバーの肉筆署名入り特典を渡し握手。詳細は後日発表。インストアイベントは壊れたピアノとリビングデッド主宇野覇気 VIP 会員限定受注生産版 FC 限定版の購入者を対象に行います。通常版を購入しましても参加の対象外となりますのであらかじめご了承ください。主宇野覇気 VIP 会員限定受注生産版 FC 限定版にイベント参加券が同封されます。イベント当日参加券をお持ちでない方はイベントに参加できませんのでご注意ください。壊れたピアノとリビングデッド通常版購入者のための即席現像写真機での魂抜き取り会。イベント内容即席現像写真機を使用したメンバーとの2ショット撮影日付イベント名会場名を印刷した記念台紙付き。開催日時開催地2月15日金曜日名古屋某所。参加メンバー
ユッケ、2月18日月曜日大阪某所。参加メンバー、ミヤ。5月18日土曜日名古屋某所。参加メンバー、タチロー。6月8日土曜日大阪某所。参加メンバー、サトチ。上記の他に、東京での開催も予定しております。詳細は後日発表。インストアイベントは、壊れたピアノとリビングデッド、通常版の購入者を対象に行います。主、宇野派器 VIP 会員限定受注生産版、FC 限定版を購入しましても、参加の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。ライブ情報、Is This the Facts? ツアー2019。出演、マック、デザート、1月7日、月曜日福岡ビトション、1月8日火曜日福岡ビトション、1月10日、木曜日大阪スタジオパルティータ。1月11日金曜日大阪スタジオパルティータ、1月15日、火曜日恵比寿リックウィドリューム、1月16日、水曜日恵比寿リックウィドリューム、1月29日、火曜日恵比寿リックウィドリューム。1月30日水曜日恵比寿リックウィドリューム、壊れたピアノとリビングデッド。2月16日土曜日愛知ゼップ名古屋。2月17日日曜日大阪ゼップ大阪ベイサイド。3月31日日曜日東京ゼップ東京。4月1日月曜日東京ゼップ東京。壊れたピアノとリビングデッドフィーチャリングサツシの調べ。5月1日水曜日東京中野サンプラザ。5月2日、木曜日東京中野サンプラザ。5月19日日曜日愛知、名古屋特殊東京市民会館ビレッジホール。6月9日、日曜日大阪グランキューブ大阪。詳細は後日発表いたします。